シデイドリスホテル。スターウォーズのロケ地マトマタは、チュニジア南部の都市。旧マトマタと新マトマタとがあるが、観光地として著名なのは旧マトマタの方である。地面に巨大な穴を掘り、その側面に居住用の穴を掘って生活する、結居住宅で知られている。マトマタの結居住宅の構造は、まず地面に巨大な穴を掘り、その側面にいくつもの穴が掘られている。 中央の穴は広場や中庭として使用され、側面の穴は個室としてそれぞれ使用される。いくつかの家では多数の穴を掘り、それらの穴が横穴で連結されているところもある。マトマタは、スターウォーズシリーズのロケ地として著名であり、結居住宅をホテルに改装したシディトリスホテルは、惑星タトゥイーンのルークスカイウォーカーの家として映画に登場した。また、 ゲームソフトコールオブデューティににおいても来たアフリカ戦線のシナリオの中で登場する。結局住宅まとまたに結局住宅を建設し、居住しているのはベルベル人である。侵攻してきたアラブ人から身を守るため、このような結局住宅を建設したとされる。また、地下の住居は乾燥地帯の急激な気候変化や強い日差しを避けるのに都合が良く。 冬も温度が下がらず保温性に優れるため、近年まで住居として使用されていた。1961年、チュニジア政府は 15km 北に新しくまとまたの町を建設し、住民に移住を進めた。住民のほとんどは新しい町に移住し、以後新しい町を新まとまた、古い町を旧まとまたと称するようになった。現在では、旧まとまたは観光地として、 結局住宅を改装したホテルが立ち並び、観光客でにぎわっている。まとまたのパノラマ、2011年1月。ありがとうございます。